じゃあお二人は何飲んでるんですか？あえて今日は梅酒のソーダ割りで行かせていただいてます。梅酒のソーダ割り、まあ、あのふるさと納税でちょっと何個か仕入れてたんで、うん、そこから引っ張り出しました。ああ、いいの取りましたね。ともえは？ん？ともえさんは？うん、ね、アロエ。パタねえね、パタねえか、最後パタねえか、やってるっすわ、みんな。パタねえわね、みんな。アクシアくん、アクシアくんみたいな、教授教授みたいな、ビンさんみたいな、博士みたいな感じなきゃ、俺にはアロレンみたいな、あいつやってるっす、みんな。めちゃめちゃいじってくるよ、パタねえ。俺にだけ当たりがめちゃめちゃ強いのよ。え、俺社長って結構呼ぶじゃないですか。はい、なんかあれですか、ハヤトさんとか、なんか他のなんか珍しい呼び方とかってあったりもするんですか？ああ、でもそうですね、夢追いさん、夢追いさんはハヤトっすよね。そうですね、あと林道さんもそうかな。あ、はい、はいはい、下で呼ばれたりも。いや、俺もなんかね、社長からちょっとさらにブラッシュアップして、なんかいいのかなみたいな呼び方。あ、呼び方自体を、うーん、思ってもねみたいな思うんですけど。はい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 、はい、いや、全然いいですよ。なんて呼びたいとかあるんですか、それ？あー、そうっすね、鏡？いいじゃないですか。おー、できるかな。いいじゃないですか。なんかでも緊張するんですけどね、なんか呼び捨てって。え、あれですよね、社長、あれですよね、あの呼び捨てにする人もいますよね、もちろん。階段だけです。階段だけ。あ、やっぱあいつやっぱそうっすよね、そうなってきますよね、あいつ。じゃあ月夜バタ入って呼び捨てにしちゃったけどごめんね。許さないよ。いつ？この間ね、この間あの現場でね、あの、うん、クレアと二人で食べてて、仕事で一緒になってて。そうなの？あのなんかサイド M の曲をあのヤシロとチャイちゃんと鏡とあの大人おじさん組で歌ってほしいよねみたいな話をしてる時に、うん、ね、歌ってほしいよね、ヤシロさんとチャイカと。ナチュラルやん。チャイカだけ呼び捨てするんで。何見てんだ。お前らいつもそんな中。違うよね。え、そういうことじゃなくて。人間がよ。でも仲良くなった証拠だよね。いや、そうだよ、ね、うん。そうだ、そうだよ。うん、本当かな。なんか今本当かなの動きをちょっと見ちゃった。あ、この二人で思い出したんですけど、なんかね、このライブにあたって。気づいたんですけど、リリムが剣持ってなんかめちゃめちゃ呼び捨てにするじゃないですか。でももともとゲマズってみんな剣持さんだったはずなんですよ。これなんだと思って、で、まあお尻とかあるからシーナが近いからシーナの影響かなと思って、2人がいるタイミングで、あれ、お前教育どうなってんだよと。お前は教育はどうなってんだ、下への教育はと。さんは、さんがないじゃん、どうなってんのっていう風に言ったら、シーナがあの、リリム剣持さんやでって。いや、お前じゃって。お前の責任なんじゃ。どの面下げて言っとんのじゃって。友達の代わりに島村行ってくる。え、行ってらっしゃい。島村行ってくるってあれか、コラボがあるからか。なんか二次三次の何人かコラボ商品あったよね。せやせや、ともえはんおったわ。あとあれか、おまゆとかがおったんかな。あとシーシーとかいだ。へえ。なんでみんな、なんでみんな階段だけ呼び捨てるの。シーシー、まゆゆ、ともえさん、階段ってみんな。え、なんでみんな階段だけ呼び捨てるの。演奏ね、いっぱいいる。なんか星川が炎上してた時に、はい、うん、優しくしてくれた先輩がやっぱ一番来るかな。なんか配信スタイル的になんかこういった理想像とかってあるんですか？あー、待って、考えたことない。こういった感じでやっていきたいなみたいな。まあでも歌もできるし、ゲームうまいしって。ありがとう、そう、ゲームうまいって言ってくれるよね。え、ゲームうまい、本当に思ってます、これマジで。本当に？はい。サラそんな絶対走れないと思ったの、俺。サラやるよ。あ、あれ。すいません、一回忘れて、一回リセットしましょう。大丈夫です、全然。おめでとうございます、ローレン。ありがとうございます。いやいや、そんなんじゃないやん、でもローレン。
何がすか。いやなんかもっとさ、なんかもっと、はい、なんかもっとガイグイグイあの来てくれてたやん。ガンガン来てくれてたやん俺に。なんかそんなふわさ、ふわさんってなんか距離ないっすか。なんかちょっと消えない、それは大丈夫。いやいや消えない消えない、そこもなんかナチュラルで行こうよ。ナチュラル、それはおはようみなとでしょ。おはようみなとやんな。みなとやんな。それはおはようだよ。みなと呼びほんまあれやで、お前しかおらんで、ね、本当に多分あんま男でみなと呼びは。マジで消され、マジ消され、マジ消され。いや消されです消されです、大丈夫大丈夫。はい、いや2周年おめでとうございます。ありがとうございます。これはめでたい。あでもあれですね、あのちゃんと敬語なんですね。僕は配信中に全然剣持ちって呼んでると知ってますけど、ね、あいやいや、うちそんなこと呼んだことないっすよ。剣持ちさんっていつもな。全然知ってますけどね。いやいいですよ、うんうん、あ呼んでみろよ剣持ちって。どうしたじゃあいいんか、これからもタメ語使ってもいいんか。じゃあ剣持ち、あその気ならいいよ。ウッキモイさん、今日はなんか何か用意されてきてくださいましたかね。この土って掘れんのかな。掘れないね。あ、ほんとだ。え、じゃあどうやってタズミ作ったんだ。このクオリティ高いよね、タズミさん。今さらっとすごいナチュラルに呼び捨てて気づいて後から直したけど、今ね、やっぱね、2回目、カズミカズミさん、ヨツハピさん、ヨツハピちゃん、はい、はい、呼び方安定しないのどうしますか。いや、今日確定させます、ちなみに。はい、あ、じゃあ今日を通していや、そうね、なんて呼ばれること多い、ちなみに一番。海瀬か。海瀬でも言いやすいよな。そうですね、意外と呼び捨て全然ありですね。あ、まあ、でもヨツハピちゃんおもろいですね、もうちょっと。まあでも海瀬ヨツハピで、やっぱ下ヨツハピ、はい、だからまあ3文字やっぱクッて呼べるのは結構後だよね。海瀬っつって。おや、いやちょっと一歩感出さないでください。ラスト一戦。次この一戦勝てたら、OK? タメ口を、タメ口でいこう、お互い。了解です。はい、メンタメンタル、メンタル、メンタル、俺は強い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 、ここ落とせないと。あ、オッケーオッケー、待って、ミスる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 、うわぁよろしくな、クザ。うるせえよいい女だから、リリムは。いい女だったな。リリムさんって言ってたわ。リーリーって言ってたよ、シンシアは。リーリーって言ってたね。リリムになってたないですか。リリム、二人ともいつもないから、ユーってなってな。ダンスのリハとかさの時に、うん、クズハとイムだけなんか結構名前呼び捨てで呼ばれてなかった。あ、わかるわかるわかる。なんかさ、大人の人にね、めっちゃさ動きの確認とかの時に、うんうん、何さん何さんリリムリリムとか言って言われてんの。でクズハさ、なんか、うん、イムのことバカにしてたけどクズハも呼び捨て呼ばれてた。いや、そうなんだよ。確かに結構なんか何なんマジで。え、シーシーも呼び捨てにされてたの。私も全然呼び捨てやったよ。そうなんだ。シナって、呼び捨て呼ばれてる。俺リリムが一番舐められてんなって思ってた。いやずしりみんな呼び捨てされてた。分かっちゃったんだろうな。あ、これでいいんだな、こいつらこいつらこれでいいな。そうそうそう。